こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マウントササフラズ、これは遅れてしまいました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。カワッチシュール前に行きそうです。ミスターグリーリー、それに続いています。さらにはマックスシューズ、11番アッティカス、その後ろ。では前の方から、カワッチシュール先手を取りました。その外にミスターグリーリー、アッティカス、そのうちに続いています。その後ろにポットレコード、さらにはサンダーガルチ、その隣にオリエンタルティターン、ジェントルメン、すぐ後ろ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはアッティカス、2番手に7番カワッチシュール、すぐ後ろにミスターグリーリー、オレンジの帽子マウントササフラズ、その後ろ。すぐ隣にポットレコード、その外からジュピターボタン、内からはサンダーガルチ、その外からティンバーカントリー、並んで9番キャニオンジルコニア、ジェントルメン、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はマックスシューズ、アッティカス、ほとんど差がありません。3番手にカワッチシュール、絶好の手応え、カワッチシュール B1 です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はアッティカス、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はアッティカス、あと 200m、 先頭はサンダーガルチ、キャニオンジルコニア必死に追いすがります。キャニオンジルコニア追いすがります。サンダーガルチ先頭だ。先頭はサンダーガルチ、1着でゴールイン。サンダーガルチ1着、2着にはどうやらティンバーカントリー、勝ったのはサンダーガルチ、見事な勝利です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ベッドーリー前に行きそうです。アローポジティブ、それに続いています。さらには富士奇跡、8番デルタエンパイア、その後ろ。それでは先頭からベッドーリー先手を取りました。内からはアローポジティブ、その外からバーリー、好位置をキープしています。富士奇跡、その外からサンシャインウィンザー、その外にデルタエンパイア、その外からキャプテンアカデミー、その外にセルティックスイング、ハーバーサンセット、そのうちに続いています。その外にミュージックカシュア、シングスピール、そのうちに続いています。その外にハンターキャスト、サファイアステッパー、そのうちに続いています。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。前に戻りましょう。さあ先頭は依然として9番ベッドーリー、2番手はキャプテンアカデミー、富士奇跡 E1。 鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ベッドーリ先頭、差はほとんどありません。あと 200m、 先頭はセルティックスイング、一気に捉えるか。富士奇跡、富士奇跡、セルティックスイング追いすがります。富士奇跡、富士奇跡、1着、2着にはどうやらセルティックスイング、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。富士奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ、 G1NHK マイルカップのスタートです。残るはエーシーインクイック、枠入りを嫌っていましたが大丈夫、入ります。スタートしました。おっと、遅れたのはエーシーインクイック。先行争い、何が行くでしょうか。筑波ノーブル前に行きそうです。待機マーシャル、これに続きます。その外から待ち金コマンド、内からはエーシンバーリー、フラワーパーク、後位をキープ。その隣にハードグライス、その横にヒダカースペ、青の帽子セイウメール、その後ろライデンリーダー、そのうちに続いています。並んで9番ドクターカフェ、名勝テゾロ、この馬もこのグループ。すぐ後ろにブリリアントマン、さらにはマイネルサミット、その外にイブキニュースター。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあ、先頭はまだ4番筑波ノーブル、エーシンバーリー、ほとんど差がありません。待ち金コマンド3番手。さあ、直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はエーシンバーリー、エーシンバーリー先頭、2番手は筑波ノーブル、先頭を捉えるか。フラワーパーク、まだ後ろ、懸命に前を追っています。さあ、先頭に立ったのはオートリアロー、フラワーパーク、さらに突き放します。2番手はオートリアロー、フラワーパーク1着、フラワーパーク完勝、フラワーパーク1着、2着はライデンリーダー、フラワーパーク完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わって川内立て男、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭は川内立て男、残り 200m、 先頭は川内立て男、一気に捉えるか。ロイス&ロイス、ロイス&ロイス、追いすがります。最内から一気に名牌シーザー、川内立て男、名牌シーザー1着、2着にはどうやら川内立て男、見事に勝ちました。名牌シーザー、ナイスネイチャー、完敗です。着外に沈みました。